はい。皆さん、こんにちは。元気な、あじです。今日は9月の30日、日曜日、時刻の方は16時14分ですぐいへいへいへい。はい。今回は、i ビデオのレンタル Wi-Fi、パスワードおよびパスコード。ね。まあ、言い方はいれいあるんだけども、ゲあの正式にはパスコードと言います、ね。パスコードについてのお話になります。i ビデオの レンタル Wi-Fi を借りると、電源を入れると、画面が出てくるんだけども、まあ、タッチしてね、えー、学か <laughs> 中を見ようとすると、あのー、4桁の暗証番号を入れないと、あのー、設定メニューとかね、いろいろ見えない、そういう仕様になっています。iVideo は、あのー、パスコードロックをかけています。で、4桁の 番号が必要になりますでこれはワイモバイルの 502HW、7ギガ制限、えー、と月額料金2700円、ね。これを借りている方だったら、あの i ビデオに問い合わせをすれば教えてくれるんだけど、それ以外の方は教えてくれません。でパスコードは前はあの聞けば教えてくれました。 パスコードを知らないとあのこちら側の方で設定しないとあの使えないものとか設定できないものとか、ね、あのプリンターサーバーとかいろいろそういうものが出て,くる出てきますなのでどうしても、ね、教えてくれと言うと、まあ、教えてくれるんだけれどもあの今、電話の問い合わせとかメールとかで、ね、パスワードを教えてくれと言っても今は教えてくれなくなっています、まあ、事情がある方は別かもしれないんだけども、ね、基本的には教えなくなりました。 昔は教えてくれていました、ねで。元気なおじいもあの昔も今もね、このパスコードについてあの、まあ、動画で教えてあげたいんだけれども、でも、まあ、元気なおじいはこ YouTuber としてね、やはり皆さんに状況あの情報をまあ提供する立場としては、i ビデオのパスコードを皆様にズバリをこの動画の中で教えることはできません。ごめんなさい。なので、そのパス,カパスコードを 解読するためのヒントを今までたくさん残してきました動画をで元気なおじいの動画というところを見てもらって検索方法が2つあります1つはパスコードで検索するもう1つはパスワードと入れて検索するそれぞれにあの出てくる 重複するものが結構多いんだけど、こっちじゃないと出てこないというものが商法にあると思います、ね。おもしろおかしく作ったものから、真面目に答えているものまでたくさんあります。でまあ、ぶっちゃけ早く手っ取り早く解読したいんだよという方は、ここにね、あのこのビックリ、ね、マーク、スマホで見ている方は、ね、横にしないとだめかな、多分ね。あのこのビックリマークがあります。このビックリマークをタッチしてもらうと、 あのおじいが登録してるね、あのー、動画が2本、ね、2つ用意しておきますでその動画は全くパスコードパスワードとは関係のない動画かもしれないんだけれども例えば1つを例にすると現去年の3月元気なおじいは「あのー、これパスコードパスワードかかってんじゃんこれなんだよこれ」つってね「あのー、何にもできねえじゃんこれ」しつってね あの一発目の <laughs> 動画がありました。そうしたところ、あのそのパスワードのヒントをあの視聴者様があの投稿してくれています。ね なのでおじいも動画でね、あ,あの視聴者様からね、あのいただきありがとうございますってね、一緒に言ったけどね、そパスコードはあの公開しないでね、あの視聴者様、ありがとうございましたでね、あの次の動画で、お礼を言ってね、終わってます。あのそれをまたあの皆さんにズバリ公開するわけにはいかないのでね、それで、まあそんなこんなで、でその後にあのに、ちょうどね、それ、パスコードもらったその直前なんだけれども、当時の担当者さんにあの、もうパスコードを正式におじいはね、教えてもらってました。 あのもう時間差だった、ほんの,ほんの、ね、1時間、2時間、3時間の差だったんだよ。その担当者さんとあのお話をしててであの、これパスコードないとあのいろいろ検証するのに困るじゃんって、ね、で教えてよって、ね、あのなので、おじいは、ね、普通に教えてもらいました、i ビデオからね。で、i、まあ、ビデオの,あのパ,スパスコードって何っていうね、まあ、それについて動画、あのいろいろ、ね、過去にあります。例えばだよ パスコードで検索すると,、えーとまあ、5月の10日にね、うん、あのパスワードが通らないこれは何だろう601これは何かなパスワード通らないね分かんないけどねでこれパスコードでお悩みの方はぜひ見てねとかね、うんでえー、と3月の4日から、ね、今年の、ねえー、とパスワードはアドミンこれはあのー、ウェブの場合ね、うん、ウェブの場合が分かりませんっていうね iBee では IB、ね、パスワードはアドミン。これ,これも Web の場合ねで。パスコードしつなげた場合は、ね、アドミンです。これはね、えー、そパスコードは、えー、と聞けば教えてくれるよっていう、ねで。これを見てみんな、あのこれ、殺到するんで、だから教えてくれないってなっちゃいましたね。であのまあ パスコードが不要でもね、セッティングができるよと。要はあのパスコードがわからないと入れる設定ができないんじゃないかって困るじゃないかっていう人がいたんだけど。 パスコードが分からなくてもパソコンに従げればあのまあマニュアルもダウンロードできるしあとリセットする方法も載っているしもうリセットしてしまえばもうそのまんまパスコードもリセットされるので普通に起動するしまあパスコードそのまんまでもあのアドミンでパソコンから入れば設定はできるよということでねまあ必ずしもパソコンを持っていればあのパスコードが分からなくてもまあ大丈夫だよっていうねであと。あおすすめなのが あのー、これは全然関係ないやつなんだけど、ボーンヒットパレード、ね、音がないです、ねで、頭の中で演奏してお楽しみくださいってなんだけど、まあ、おじいとしてはね、あのー、ちょっとこれがおすすめなんだよね、これね、あじゃあね、あのー、ちょっと待って、あのおじいがね、あのーまあ、2つコメントを見てねってあのね、 あの、おじいがコメント欄に助けてもらった時の、去年の3月ぐらいの動画とかね、あの、動画は関係ないよ。コメント欄を見てほしいっていうのを、2つ、あの、当時の動画をアップしています。で、この無音ヒットパレード、ね、これを2つ追加でね、4個このビックリマークの中に入れておきたいと思います。ね。その4個。で、あとまあ、処理でもわからなかったら、このね、無音ヒットパレードを見るときは、この、あの、その、 パスコードの入力画面をモニターの画面いっぱいだと想定しながら1234567890をモニターの画面だと思ってこうやって分割りをした状態で「もうヒットパレード」を見てくれと1個目と2個目の「モうヒットパレード」見てくれればなんとなくね分かってくれる方が多いですこれ見て分かんないっつったらもうねもう諦めた方がいいと思うっていうぐらいね。あ どの,どの動画に関してもおじいはものすごくねあのとてもヒントを言ってます、ね、直接は言えないけども、ね、この,あの4月11日去年のねパスコードはねロック解除できませんね、うん、あのであの軽く触れてみるとかね本当軽くねでパスワードを忘れなど万が一した場合は工場出荷時状態に、ね、戻そうとかね あの本体のパスワードか、本当だったワーか、こういうのがヒットするので、ここらへだを大体ね、見ていただければ、これね、おじいの動画のところでね、パスコードって入れると、大体出てきます。あと次はパスワードってやると、今、そこにいなかったやつ、例えばね。 あのパスコード不要でセッティングできるサンマリオ ZT とか、まあ、重複しないのがねあのまたここでまあそこからあのちょっと少ないけどもねほ、ねうんねサンマリオの ZT 衝撃走る本体のパスワードロックは本当だったね、フジ w i フ f i にやりしてねあのー、まあこれ i ビデオの動画なんだけどもねあのー、まあいろいろいろまあ大体ね <laughs> ここら辺の動画を見てもらったら、ね、あとは応用というか,なんていうか、ね、おじいはヒントを差し上げているのでそのヒントからいろいろ試行錯誤してみてください。で例えばあのお話とトークを聞いてもらっているともう大体、例えばだよ,例えばだよじゃあ皆さんがパスコードを仕掛けるとしたらどんなパスコードですかって思った時に自分が企業だったらどうする どんなパスコード会社の人たちがみんなが覚えられるとしたらどんなパスコードにすると思う郵便番号とかバンチを入れるとか電話番号とかそのではねじゃ例えば電話番号だとしたらじゃ東京03のホニャ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 の4桁のホニャ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 で4桁でしょまたマチビの4桁入れる人が結構多いよね。マビの桁を入れても取りません はっきり言ってきます。まつびの4桁を入れても取りません。いいね。まつびの4桁を入れても取りません。ってお話をしてます。だ皆さんだったらどんなパスコードを自分で設定しますか大体いいもし自分が i ビデオだったらどんなパスコードを入れるかなって想像しながら試行錯誤してみればいい。 ね、そうすればね0000 00から9999 99まで1万回やってれば大体いいいい、ね、解除できます確率は1万分の1です、ね、で元気なおじいの動画を見てればヒントが出てきますヒン,トが、ね、ヒントが出てきます、ね、そしてあとあのもうヒントを見てもわからない方はこのビックリマークのところの全然関係ない動画についてるあのコメントを見れば親切な方が 99.9999%、ねあのー、99 99というか、もうほぼ100%のヒントを、ね、書いてくれてるんで、ありがとねってね、ね <laughs> そこら辺を見つけた人が、ありがとねってね心の中で思ったりするわけです。ね でそのコメントを見て役に立ったらその方にも、ね、ありがとね役に立ちましたって、ね、あのコメントで、ね、俺を言ってくれればまたあ,のありがたいんだけどもね、まあ、そんな感じであのもう元気なおじいのこのチャンネルを見てて、ね、もうパスコードがわからないって、ね、悩んでる方はゼロ人にしたいんだよね皆さんに、ね、あのもうシャーロック視聴者になってもらいたんだ本当に、ね、解読せよヒント解読せよ超能力者になってくれ。 ハンドパワーを送ります、ふわあなたは解読できる、解読できる、解読できる、ふわ、ねはい、これであなたはね、もう超能力者になれます、ね、元気なおじいのこのびっくりマークの中のね、この4つの動画の中の2つの動画は、実写の動画はコメント欄を見てください、で残りの2つはあのおじいがね、アニメでね、これまたね、1個作るのにね、半日かかってんだよ、これ。 すっげえ時間かかって作ってんだよ、これ。ねびっくりするほど、タイミングは回らせながら。すっげえ時間かかって作ってんだから、これ1個作るのに。そで、ね、2個も作ったんだよ。1個作ったら受けたんで、あの、もう1個作ってつけて、で、シリーズ化しようかと思ったんだけど、意外とあのー、 あの分かってくれる人が少なかったので第3弾、第4弾も出そうかなと思ったけど出さないんだけどあの分かってくれる方は分かってくれる、ね、分かってくれない方は分かってくれないおじいのおすすめとしては、ね、まず最初にこっちのほうを見てほしい「う、ね、ヒットパレードを、ね」を見て後にモー猛ヒットパレード2」を見てください、ね、でこれを見て分かんなかったらあのこ,ここに2つある、ね、そのコメント欄を見てくれれば ね、あのまたさらにもっと詳しいヒントがあるんじゃないかなと思います、ね、元気なおじいの口からはねパスワードを皆さんに教えることはしませんできません、ね、ただ最大限のヒントのお手伝いだけはさせてもらいます、ね、だから自力でなんとか解読してください、ね、そんなわけで元気なおじいですせめて元気なおじいのチャンネルを見てね i ビデオを借りた方は、ねあのー、ちゃんとセッティングができるようにね してもらいたいいたと思いますあとはあのルールとマナーを守ってくださいあの、まあ、ここのお話で言います、もう当時の担当者はいないので、まあ、時効だと思うからね、おじいはしてもらいますあの日,本日本の人はマナーがいいからパスコードを解除しても他のところは、ね、変なふうにいじらないと思います、まあ、おじい1回怒られたんだけどであのこの接続するときのパスワードというのがここに書いてあります。 でこの,あの数字と番号をあの、おじい、分かりにくい、富士 Wi-Fi と i ビデオとあってね、富士 Wi-Fi は富士 Wi-Fi ってあのパスワードでしょ。で、だから i ビデオは i ビデオってパスワードに変更したんだよ。で、だから二つ同時にあってもあ、どっちに接続するって自分は見分けて使ったんだけど、一回あの返却するときにあのバッテリーがだめであの、戻し忘れたんだよ。そしたらね、怒られたんだよ。それね。 だからそういうことをする人がいるから、あのー、パスワードをかけるんだって怒られたんだよ、おじい、ねでね、あのー、これは、ね、文化の違い、日本の人はあのー、そういうことをしないんだけど海外ではあのー、そのパスワードっていうのを彼氏の名前とか彼女の名前とか、あのー、そういうのに変更するのが当たり前だそうです、海外では。あのー こうやってあのパスワード変更しないてくださいねって,あのしゃって言ってもあの借りている間、やっぱり彼女とか彼氏との名前にしちゃうみたいです、そういうあの文化の違いというものがあります。 でそういうので、あのここにパス,パスワードを、ね、ちゃんとあれしてるんだけど、また戻すのが、ね、もんんめんどくさいよねあの。大きくやってるからねで。そういう問題があるので、あの一応 iBeal はあのパスコードロックを、ね、かけてるそうです。でその使用のままあの日本も共通してやっているということだそうです。なので、あのに日本人の皆様には,、ね、本当はあのそ,うそういうことをやる人がいないし、文化の違いなので、 大変申し訳ないんだけれどもでも、これはあの他の国も共通でね本社の意向でそういうルールになっているので、まあ、本当はあのパ,スパスコードを仕掛けたくないんだけれどもあのまあそういうルールのもとやっているので、ね、ご了承くださいということでこれであのパスコードというものをあの仕掛けていますあのあのこれを解除してどうのこうのとかそういう困ることは日本ではないし日本の皆さんはマナーもいいししていたいざずらする人もいないわけでしょ。 だからねまあ、実際問題はあの賢い人は解除して使っているわけなので、まあ、そこのところはあの構わないんだけど本当おじいからのお願いとしては接続用のパスコード、ね、もし変更する人がいたとしたらばあの返すときにはちゃんとあの戻してください次の方があのこのシールに書かれている番号を入力してちゃんとつながるように戻してくださいこれがあのもう暗黙の了解というか そのやってはいけないとかどうのこうのっていうよりもこういう時代やっちゃう人がパスコード解除してね情報だからまあ解除して使う人がいるんだからせめてそういう人はそういうルールを守ってくださいっていうねそこだけ守ればおじいはいいと思うんだよちゃんと解した時にちゃんとやればねでおじいのところの投稿でもあったんだよ今日アイビデオから w i f i が届いたんだけども、接続するのに、ここに書いてある番号を入れても、通りませんっ,ってねあの、おじい、わかりますかって言うからね、<laughs> いや、わかるあの、それもしかしたら変更されてるかもしれないねしてねあの、そういう例が1回だけね、ありました。どうしても通らないしっ,って。であの、リセットかなんかかけたら、新聞の中にそれがッターねあるんだけどもね、あの パソコンで伝えてみると、何のパスワードになってるか現状見れるんだけどねとかね、あとはもうどうしてもあれだったらもうリセットしちゃう、あの工事を出荷状態にすればねあのない状態になるから、まあ、それにしたらどうって感じでね、あのその工事を出荷状態に戻し方も、フジ w i f i の,、ね、の i ビデオのやつとして情報を出すと怒られちゃうから、当時はね、フジ w i f i の情報として、あの本体のパスワードロック。 をまあ確か出してたと思いますね。あのここのところにね。墓地があるんでね。あの電源入れてこれ墓地押すとリセットされるんで50出荷状態になるんで、あの全部リセットされます。パスコードがねクリアされます。これね。そう。あの。で。 いろんなデータが出荷されちゃうんじゃないかと思うけど実際にこの SIM の中に i ビ d o の情報とか番号とか設定の情報は入っているので本体を出荷状態に戻したとしても全く影響はありません影響があるのはあの表示方法だよね、うん、あのパスコードが、ね、なくなる、まあ、そんだけなんで、まあ、あとはあのパスコードをロックすることによって 要はあのバックライトの変更、これでバッテリーの節がだいぶ変わってくるんで,であのバックライト、あと5ギガ帯とか2 4ギガ帯とか変更,し変更したいとかそういう方もいると思います、あとどれくらい使ったのかなってね目安で見たい方もいると思います、その設定変更も初期状態では矢印になっちゃってるんであの何ギガ使った、何ガ使ったっていうのを1日ごとなのか累計なのかそれを表示させる方法もあの動画で説明してるんでねそれをやりたい方も、ね、いると思います。だやっぱり ね、おじいはこのメニューというのは使えないと不便だと思うのでやっぱり、ね、あの必要な方には、ね、パスコードをロックしてて使ってもらいたいなっていなう気持ちはありますただロックを解除して使ってもらいたいんだけどパスワードを皆さんにずばりお教えすることはできないのでヒントしか出すことができません。 だからそのヒントを、あのー、なんとか悟ってくれってね、私は念じるしかありません、今、木を送ったんで、ハンドパワーを送ったから、クわーってね、送ったのでね、アイビデオから受け取った方はねあの、快適に使えることを願っておりますね。はいまあ、そんなわけで、あとはあのー、あのリセットして工場を初期状態にして、パスコードをリセットした方は、あの返却する時までに、パスコードをね、あのー、ちゃんと設定して返却してください。ね お願いしますねこれがねあの日本人としてのねやっぱりあのマナーだと思いますこれはねそんなわけでねまああの今までねまあいろいろ伏せてた内容もあるんだけども IB ではなぜパスコードをねかけるのか日本人には全く関係ないんだけどね、まあ、文化の違いということで海外ではそういうことがあるので、うん、そういうものを仕掛けてあるんだよというお話でしたね。 これあの今回の情報がね、一人でも多くの方に役立つことを願っております。この情報、役に立ったよという方はねあの、いいねを押してくれると、おじいもモチベーションが上がります。そしてチャンネル登録、まだの方はチャンネル登録をしてくれたらね、 あのおじいも,うもうすぐ4000人なんでね、本当今折り返し時点5000人とりあえず目指してるんでね、早く1万人いって、あのちゃんとした YouTuber、認められる YouTuber としてね、本当、よけたの YouTuber はね、YouTuber として認められてないんで、本当のスタートラインは1万人からなんでね、おじいは今1万人目指してますねしてでも多くの方、本当ね、あのチャンネル登録お願いします。おじいもその代わり、ちゃんと皆さんに役立つ情報を、これからちゃんと定期的に出していく、ねあの、そういうつもりでいるので、ね、本当にあのよかったら、 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それだけでおじいでした。またねバイバイグヘヘヘヘヘ今回の動画は永久保存版になります。もうこういう動画はね、あんまり作らないと思うよ。この動画を知ってる人だけが、グヘヘヘヘヘ